世界の野球をさらに普及する、そしてレベルの高いところで競い合う世界を、野球の世界で作りたい。私はチームの強化本部長という立場で、チームのメンバーの選考とか、それからその強化とか、そういうものをこう担当しているところで、一方で NPB をはじめとして日本の野球界がこの大きな世界の大会を成功させるために、それぞれの東京ドームは東京ドームで、千葉は千葉で、その関係者の人たち、そして日本野球界がこぞってですね、準備にあたって大会を成功させたいという思いでやってきました。